未経年遺跡の獅子門で撮影されたデルプフェルト。シュリーマンは獅子の岩の隣に立っている。ビルヘルム・デルプフェルトはドイツの建築家、考古学者である。創助学的発掘と考古学プロジェクトにおける正確な図面の文書家の先駆者であり、ハインリッヒ・シュリーマンと共に伝説的なティーンスやトロヤの遺跡とされるヒッサリクの丘など地中海周辺の青銅器時代の遺跡を 発掘したことで有名である。デルプフェルトは、シュリーマンのように、ホメロスの作品で言及された場所の歴史的現実を提唱した。ホメロスの言及に関する主張の詳細は、後の考古学者によって正確であるとは考えられていないが、それらが実際の場所と対応しているというデルプフェルトの基本的な考えは受け入れられている。したがって、 彼の研究はこれらの歴史的に重要な遺跡の科学的手法や研究だけでなく古代ギリシアの文化や神話に対する新たな講習の関心にも大きく貢献した。デルプフェルトはライン圏のバルメンにフリードリヒビルヘルム・デルプフェルトとクリスティーンの息子として生まれた。信念のあるクリスチャンであり有名な教育者であった彼の父は家族に深い宗教的感情を授けようと した。デルプフェルトは宗教学校でラテン語とギリシャ語の基礎教育を受けた。母親が死去した翌年の1872年バルメン高校を卒業した。1873年デルプフェルトはベルリンの建築研究に参加し有名な建築アカデミーに入学した。同時に彼はベルギッシュマエル機工業会社で働き始めた。 デルプフェルトの父親は彼の研究に資金を提供することができなかったので妹のアンナが彼にお金を貸し休暇になるとデルプフェルトはライン川鉄道会社で建物や様々な建築物のスケッチを描いたデルフェルトは1876年に優等で卒業した1877年デルプフェルトはリチャード・ボーンフリードリ・ヒアドラエルンスとクルツユースの指揮の下 ギリシャの古代オリンピアの発掘調査の助手となり、後にプロジェクトの技術監督になった。このグループは特にプラクシテレスの無傷のヘルメス像を発見した。発掘調査によって発見された遺物を収蔵する場所が必要となり、デルプフェルトはフリードリヒアドラーと共にオリンピア考古学博物館の設立に携わった。 博物館は1885年に着工し1888年に完成した。こうした発掘事業は古代オリンピックの記憶を復活させることになり、後の近代オリンピック設立にも貢献した。1881年にオリンピアでの発掘調査が終了し、帰国したデルプフェルトは建築監督者の国家試験を受けてベルリンに落ち着くつもりでいた。 家庭生活の準備をしていた。彼は、高級的な収入源を必要としていた。デルプフェルトが、ハインリッヒ・シュリーマンと出会ったのはこの頃である。シュリーマンは、国家試験に合格したばかりの彼を、トロイアの発掘に参加するよう説得した。1882年、デリフェルドは、シュリーマンの発掘隊に加わって、トロイア遺跡を調査した。二人は、最終的には、 良い友人となり、他の発掘プロジェクトでも協力を続けた。1883年2月、デルプフェルトは、大学教授のフリードリヒ・アドラーの娘、アンナ・アドラーと結婚し、二人の娘、エルゼ・アグネスと、一人の息子フリードリヒに恵まれた。デルプフェルトとシュリーマンは1884年から1885年まで、ティリンス遺跡で発掘し、 再び1888年から1890年までトロイア遺跡で発掘した。デルプフェルトはまた1885年から1890年にかけてアテナイのアクロポリスで発掘しヘカトンペドン神殿を発掘した。さらに1900年から1913年にアレクサンダー・コンチェと共にペルガモンで1908年から1929年にかけて オリンピアで新たに発掘調査を行い、1931年にはアテナイのアゴラで発掘を行った。1912年に引退した後、デルプフェルトは様々な考古学的テーマに関する数多くの学術的議論に従事した。例えば1930年代半ばにはパルテノン神殿の3段階の構成の性質に関するアメリカの考古学者、 ウィリアム・ベルディン・スムアとの記念討論に参加した。1920年代の初めには、イエーナ大学で講義を始めたが、職業としての教育に満足せず、ギリシャに戻った。考古学での優れた業績により、デルプフェルトは7つの名誉博士号を取得し、1892年に教授の称号を取得した。デルプフェルトは1940年に、 彼の家があるギリシャのレフカダ島で死去した。彼は、レフカダ島の東海岸にある、ニドリ湾は、ホメロスの英雄オデュッセウスが住んでいた歴史的な、いたけがあった場所だと信じていた。デルプフェルトは、緑の海岸と向かい合う、半島先端部の西キリアキ境近くの緑の港を眺めることができる場所に埋葬された。未ケー文明のトロス墓の中で、最も印象的な、 アトレウスの宝庫デルプフェルトの理論によるホメロスのいたけの地図。現在のレフカダ島。デルプフェルトは遺物が見つかった層と建物に使用されている材料の種類によって遺跡の年代を測定する方法を開発した。彼はミケーネのシャフト棒を含むシュリーマンの以前の結論の多くを修正した。デルプフェルトはシュリーマンが主張したようにその場所が、 アトレウスの宝庫ではなく、トロス墓であることに気づいた。パナギオティスカバディアスの発掘中、デルプフェルトは、紀元前480年にペルシア人によって破壊されたアテナ神殿がパルテノン神殿の下ではなくその北にあるという以前の考えを正すのに役立った。彼は3つの異なる構造物、パルテノン1、パルテノン2、パルテノン3が、 同じ場所に建てられたと話し、現在の神殿に最後の用語を適用することを提案した。このように彼はより古い二つのパルテノン神殿の存在を示唆することに加えて、それらの平面図の寸法を再構築することができた。1890年のシュリーマンの死後、未亡人ソフィアは、夫のトロイア遺跡の発掘調査を続行するために、デルプフェルトを雇った。 デループフェルトは1893年から1894年にかけて必殺陸の丘を調査し、急層にわたって重なった異なる都市を発見した。彼は1902年に発掘の成果を発表した際に、最初の5つの都市よりも規模が大きく、街を囲む高い石灰岩の壁を備え、なおかつ大規模な破壊の痕跡が見られる6番目の 都市を伝説的なトロイアであると主張した。また同じ層で未経年で見出せるのと同じ陶器を発見した。これによって第六子が未経年時代に位置すると証明された。ただし、現代の考古学者はデルプフェルトの見解を誤りとしている。第六子の破壊の痕跡は人の力で行える範囲を超えており、また火災の後も見られないため破壊の原因は大地震であり、 ホメイロスが語った都市は7番目の都市と考えている。デルプフェルトは多くの時間とエネルギーを費やして、ホメイロスの叙辞詞が歴史的事実に基づいていることを証明しようとした。彼は、レフカダ島東海岸のニドリ湾がオデュッセウスの本拠地であるイタケであると提案した。デルプフェルトは、オデュッセイアのいくつかの通路を、レフカダ島の実際の地理的位置と比較し、そして彼は、それが、 ホメロスのイタケであるに違いないと結論した。彼は特にこの文章に確信を持っていた。私は輝くイタケに住んでいます。そこには山があり、森に覆われた高いネディトンの頂があります。トリキオン、サメ、木々が茂るザキュントスといった多くの島々が周囲にあり、互いに非常に近接しています。しかし、低地の島いたけは夕日に向かって海の方に最も遠く、 他の島々は夜明けと太陽に向かって離れています。荒っぽくはあってもいい男を育てます。レフカダ島は今日、立教と浮橋でギリシャ本土と繋がっているが、古代では島ではなくわずかな土地で本土と繋がった半島であった。本土と繋がったわずかな土地は全7世紀にコリントス人によって切り開かれた。しかしながら現代の地理学者や水路学者は、 古代のレフカダワ島であると主張している。彼らは今日の本土と島とをつないでいる陸橋を海峡に沈泥して形成された最近の産物であり、従ってレフカダ島は過去数千年にわたって本土とある程度のつながりを経験している可能性があることを言及した。デルプフェルトはホメロスの時点ではレフカダ島は独立した島であると信じていたか、あるいはまた、 狭い立教を渡ることの難しさをホメロスが謎めいた冗談として繰り返し言及していたと感じていたかもしれない。まさかとは思うが、ここに自分の足で歩いてやってきたなどというわけではないだろうしな。ホメロス、オデュッセイア14巻190行及び16巻224行1912年から1914年、デルプフェルトは ケルキラ島のカルダキ神殿があった地域を発掘したが、その場所はモンレポスの王の別荘の一部であったため、ギリシャ王から許可を得る必要があった。デルプフェルトは、学術史アーキロジシャーアンツァイガーに、イラストなしの二つの短いメモで成果を公開した。彼はまたケルキラ島のヘラ神殿を発掘した。レフカダ島に立つデルプフェルトの記念碑。デルプフェルトは、 古典的な考古学において結出した人物の一人だった。異物が見つかった地層と建築材料の種類に基づいて遺跡を年代順に分類する彼の相乗学的方法は遺跡分析の根底に残っている。しかしながら彼の発掘はシュリーマニよりもはるかに科学的であったが同時に多くの欠陥があり、そしてホメロスが実際の場所に基づいて、 オデュッセイアを語ったことを証明するための彼の探求はむしろロマンチックだった。彼の仲間の考古学者たちは、デルプフェルトが遺跡の年代測定における建築物の重要性を過度に強調し、陶器などのあまり目立たない遺物をしばしば無視したと述べた。とはいえ、デルプフェルトは考古学に多くの秩序と完全性をもたらした人物として、また、シュリーマンの無謀な発掘から、 多くの考古学的な遺跡を救った人物として知られている。ありがとうございます。